こんにちは、ミッチーと元保護猫でうちの可愛い飼い猫のさつきです、前回に続き非常にくつろいでおりますけれども、今回ですね、名古屋市の天白区にある名古屋市農業センターというところにしだれ梅まつりに行ってきたんですが、ね、本当に素晴らしいしだれ梅を、ね、見ることができて、またね、こちら名古屋コーチンがいたりとかですね、牛のね、牧場があったりとかね、本当に、見どころが満載なんですけれども、まあ、そちらを訪れてきた様子をお伝えしたいなと思っています。本当にね、名古屋のね、屈指の梅の名所でして、約ね、700本ほどのしだれ梅がね、園内にあるんですけれども、めちゃくちゃね、この2月の時期はね、見応えが素晴らしくて大好きなものなんですけれども、まあ、ここはね、何が面白いかというと、やはりね、先ほど言ったように、まあ、梅ももちろん鑑賞していて楽しいんですが、やっぱりね、こう動物を間近に見れたりとかね、名古屋コーチンのね、多忙からこう孵化するところもね、見れたりとか、めちゃくちゃね、家族連れとかで行ってもね、本当に楽しめる、僕も大好きな本当にところなんですが、ね、もちろん、なので、ソフトクリームとかもね、もうそれはもう美味しいものが食べれますし、食事もね、本当にぜひこちらね、ご覧になっていただいて訪れてほしいなと思うところなので、最後までご覧になっていただければなと思います。それではどうぞ。はい、では名古屋市農業センターデラファームへ向かいます。今回はバスで向かいましたが、なぜかというとですね、ここは本当に大人気の梅のスポットでして、車がね、ものすごい渋滞して動けなくなるというのを聞いていてですね、僕は必ずバスで来るようにしています。と話しているうちに、名古屋市農業センターのしだれ梅園に到着です。見てください、超満開。本当に一番いい時期に来れました。しだれ梅は一本の木にたくさんの花を咲かせるので、とても見応えがあるのが最高ですね。天気も良くて、梅の花の香りもとても心地よくて、本当に最高のお花見日和でした。桜吹雪ならぬ梅吹雪がまた情緒がありました。前の日に雨が降ったので梅の花がまだ濡れていて、これがまた何とも言えないあでやかな表情を見せてくれました。比較的早咲きの梅、ロウバイもまだまだ元気に黄色い美しい花を咲かせていました。園内にある梅12種類すべての紹介もありました。を存分に楽しんでからはクリスマスローズや富士層を見に行ってきました。モグラの絵がとても可愛いです。道灌桜も満開です。で昼食タイム、いろいろと美味しいものがたくさんあって迷いましたが、その中でも名古屋コーチンを使った殿様コロッケバーガーをゲット。めちゃめちゃ美味しかったです。なるほど、たくさんの野鳥も見れるんですね。園内には本当にたくさんのものが売られていて、買い物も存分に楽しむことができます。ま、大根足なんで失礼しちゃうわ。これが本当の大根足、とてもユニークな演出です。温室にある花々もとても美しくて、見ていて癒されます。このところどころに置かれた置物がまた可愛いんですよね。名古屋コーチンクイズラリーというイベントもやっていました。ちょっと楽しそう。ミルク工房では梅ジュレパフェとアイスクリームをいただきましたが、やはりね、牧場で採れた牛乳で作っただけあってとても美味しかったです。そして畜産施設へ来てみました。まずは牛舎から。牛って見てると癒されますよね。そして乳搾り体験、結構面白かったです。羊とヤギもとても可愛い。卵を孵化させる施設です。運が良ければ本当にここでね、ひよこが生まれる瞬間を見ることができるんですが、一回ね、僕も見たことあるんですけどもね、かなり感動しました。ひよこが生まれる瞬間も映像で紹介してくれています。元気いっぱいのひよこたちを見ていると非常に癒されます。この休んでいるところを邪魔されてびっくりしているところが超かわいい。鳥の生態についてのさまざまな紹介や、こういう卵の比較など、本当に見ていて見応えのある楽しい施設でした。本当にたくさんの種類の鳥を見ることができて、めちゃめちゃ癒されますし、楽しかったです。口に関する問題。さあ、あなたは全問解けるかな？はい、というわけで名古屋市農業センターの菱田龍の祭りいかがでしたでしょうかね。本当にね、梅はめちゃくちゃやはり美しいですけれども、やっぱりね、この動物とのね、触れ合いというかね、間近で見ることができたりとかね、これがもうやっぱり梅と共に楽しめる醍醐味かなと僕は思いますし、もうね、本当に友達同士でも恋人同士でも家族連れでもね、もう本当に、楽しめるとても素敵なスポットだなと僕は思っていますので、またね、ぜひこの動画をご覧になっていただいて行ってみたいなと思われる方がいらっしゃったら、本当にね、直で行ってみると楽しいのでおすすめしたいなと思います。まあね、こんな感じで、僕はですね、全国本当にさまざまなところを巡っているんですが、まあね、他の動画でも、そんな良さはご紹介していますし、あと僕ですね、ブログもやっていまして、ミッチーの王子を呼ばないでというタイトルでやってるんですが、そちらでもね、 YouTube を始める前から、いろんなところ巡ったところを書いていますし、 YouTube でね、ご紹介していないところもいろいろ書いていますので、合わせてご覧になっていただいて旅の参考にしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もしていただけますととても嬉しく思います。まあね、チャンネル登録者数が増えてね、お金が稼げるようになったらそのお金はね、本当に旅先とかでね、どんどん散財して、還元したいなと思っていますので、応援もぜひよろしくお願いします。それでは、他の動画もぜひご覧になってください。じゃあバイ。